名古屋ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツの18回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手に注目されてますか？はい、攻撃でいうと両チームの2番バッター、この2人が打線の鍵を握っていると僕は思っています。2人の仕事ぶりに今日は注目したいと思いますね。はい、2番バッターぜひ見ていきましょう。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってます。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。さあ、ランナーを置いてどう対処していくでしょうか。バッターは2番に入っている坂本、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ヒットでランナーを、ランナースタート、キャッチャー2塁送球する、セーフ、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。3球目は何で来るか、今のはバッターよく見ましたよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。引っ張った、サードうまくさばいてアウト、そのままタッチしてワンアウト、一塁転送、アウト、ダブルプレー。打順は3番岡本、前回のゲームでマルチ安打を記録しています。ジャイアンツランナーはなくなっています。打ちました、強打、一塁アウトで3アウトチェンジです。1回の裏、ドラゴンズの攻撃です。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。大島が打席に入ります。前回のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。高め外れました。痛烈、センターへ抜ける、打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう、バッターランナーは2塁まで進みました。さあ、そして打席には亀澤が入っています。さあ、得点圏には先制のランナーを置いて送ります。田島、一塁送球します、アウト、ここは送球が間に合っています。しっかりつなげてきましたね。まあいい場面でいいバッターですから、進めたランナーをしっかり生かしてくれるんじゃないですかね。はい、その期待のかかる強打がバッターボックスです。バッターボックスの強打、今シーズンの得点、空振り三振、ランナー返すことができませんでした。インサイド落ちました、これはどうだ、三遊間抜ける、サードランナーホームイン、ドラゴンズ1点を先制しました。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあここは長打を警戒して低め低めで来るでしょうね。2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ドラゴンズチャンスになります。ツーアウト二塁一塁、さあドラゴンズ追加点のチャンスを迎えています。早いうちから差をつけておきたいですね。なるほど、打ちました、ショートゴロ、取った、一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ドラゴンズ先手を取りました。2回になります。追いかけるジャイアンツの攻撃、バッターボックスは4番ゲレーロ、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。さてドラゴンズの先発は、打った大きな打球になった、追いかけますが頭を越えました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで3試合連続安打の、さあドラゴンズ同点のランナーを背負った場面です。このリードはしっかり守っていきたいですね。そうですよね。さあ、そのマウンド上の大野、どういったピッチングを見せるのか。ライトへ、面白い当たりになった、ここは打ち上げています。取った、送球する、ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあ、そしてバッターボックスには亀井が入ります。さあ、ワンアウトになりましたがピンチは続きます。バッターの亀井、今シーズン得点圏での打率は4割4分、センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった、同点のランナーが三塁を回った、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ追いつきました。
ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。ここで追いつかれました。同点です。バッターボックス増田。ドラゴンズこの回1点を失っています。さあ同点に追いつかれ、なおも一打勝ち越しという局面。三遊間クリーンヒット、勝ち越しのランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ勝ち越しました。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。ここでリードを奪われます。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。バッターボックスには炭谷、はい、そして一塁ランナーは俊足の増田。足のあるランナーがいるのでピッチャーはやりにくいでしょうね。ああやはりそうですか。牽制セーフ、ここは外します。これでツーボール。次でストライクを取らないと厳しくなる。打ちました。ヒットになった。これで3連打。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ打席には先発の田島が入ります、はい、まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。バントしました。取りました。一塁へ。ツーアウトになりました。送りバント成功です。さすがに長打を警戒して丁寧に投げてきます。低め、これは外れた。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば貴重な追加点。入りました。ホームラン。スリーランホームランが出ました。ドラゴンズその差を4点に広げられる重い一発となりました。ドラゴンズ追加点を許します。5対1。インサイドの難しいボールでしたけどね、見事に捉えましたね。はい。そしてベンチではチームメイトがこのポーズ、盛り上がっています。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。2番バッター坂本。ドラゴンズこの回逆転を許しています。いや西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや本当いいバッティングしましたよね。そうですね。2球目打ちました。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続安打。3番バッター岡本。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。さあまず1球目、最初は変化球持ってきました。ストライクです。これが2球目。いいボールでしたけどね。はい。変化球わずかに外れてボール。引っ張った。サード取った。一塁送球。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回、ゲームはこれから2回の裏に入ります。7番から始まるドラゴンズの攻撃。高め打ちました。これはどうか。ピッチャーが取る。アウト。ワンアウトです。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている清水。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。このところ状態はいいようですね。そうですね。変化球空振り。ツーアウトになっています。次はピッチャーの打順ですが、先発の大野がバッターボックスに入ります。打ってやろうという意欲は見せてほしいですね。そうですね。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。3回の表ジャイアンツの攻撃。バッターボックスは4番ゲレーロ。先ほど打ちました。高い打球、レフトが追いかける、追いかける、突き刺さった。ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。その差一気に5点と突き放されました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。これが1球目。高め、空振りです。打ちました。サードが取る。アウト。ワンアウト。バッターボックス亀井。先ほどの打席で同点となるツーベースヒットを放っています。いや、いいところで打ってくれましたよね。はい。まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい。この打席も期待しましょう。ワンアウトランナーありません。打ちました。高く上がった。さあどうだ。右中間破っていきました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチ。
まずは見送ります。ワンボール。さあ2球目は何か。打ちました。ショート取った。一塁送球アウト。2アウト。打順は8番住谷。まあ、先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はタイミングが合ってますよね。そうですね。2アウトランナー3塁です。バッターボックスの住谷、今シーズンの得点圏打率は3割。インサイド打ちました。ヒットになった。サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。センター前へのタイムリー。バッターは田島。初球はボールになりました。次が2球目。打ちました。強打。一塁送球します。一塁アウト。スリーアウトです。しかしこの回、赤星さん、相手に行ってしまった流れを取り戻すために何が必要ですか。まあ、こういう時ほど攻める気持ちを出してもらいたいですよね。打ちました。打球はライトへ。ここはフライになっています。ライト掴んでワンアウト。バッターボックスは2番亀澤。まずはワンアウトを取っています。スライダー外れます。さてバッターの亀澤、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、内野安打が多いのが特徴のバッターですね。変化球空振り。バッターボックスは3番京田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれない。高めのボール打ちました。この打球はフライになっています。最後はレフトフライ。掴んで3アウトです。4回に入っていきます。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。バッターは丸。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。ここ引っ張った。ビシエド。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス坂本。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。いいストレートですよね。外のストレート、空振り。力のあるボールでした。あっという間に3球目打ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで初球打ち。これはどうか。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ジャイアンツ1点追加。バッターボックスゲレーロ。先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。打った。高く上がった。伸びていく。どうだどうだ。センター深いところ破っていきました。二塁へ送球する。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。ジャイアンツ1点追加します。5番バッター阿部。いいコースですが外れています。2球目は何で来るか。いやー、まさにコーナーギリギリですよね。インローのストレート、力のあるボールです。151キロ。打ちました。これはどうだ。ショートの左抜けました。ホームに送球。これで4連打。ランナー3塁1塁となりました。バッターは6番亀井。今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。引っ張った。あっと、強い当たり取れない。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ジャイアンツ1点追加します。ここは当然という交代でしょうか。ドラゴンズピッチャーを変えます。さあ、マウンドに上がったのは藤島。今シーズン15試合目の登板です。西さん、この場面で出てきましたね。まあ、しっかり攻略したいですよ。そうですね。打ちました。これはどう。センターに抜ける。バックホームする。サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。バッターボックスは8番住谷。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやー、さっきはやられてしまいましたよね。はい、これが2球目。打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。さあ、バッターボックスには先発の田島が入っています。まあ、勝ち投手の権利もありますし、ここは行くでしょうね。そうですね。
さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました。これはどうだ。ショートの横抜けた。サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。打順は1番に帰ります。バッター丸、今日は盗塁を1つ成功させています。ジャイアンツこの回は打者一巡の猛攻となっています。このゲームはスタメン全員にヒットが出る。高めのボール、ヒットになった。ホームに送球する。三塁を回っていく。本塁タッチはアウト。ツーアウトランナー三塁二塁。打順は2番坂本、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナー二塁三塁です。今のはよく見ましたね。アウトコースストレート、際どいところを見極めます。打ちました。取った。一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。13対1。ジャイアンツドラゴンズ4回裏の攻撃になります。ビシエドがバッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ドラゴンズ点差が離された中盤4回の攻撃です。赤星さん、ここは塁に出てつなぎたいところですよね。そうですね、この点差なので。打ちました。変化球に泳がされてピッチャーライナー。これが初球。アウトコースストレートが決まっています。打ちました。坂本掴んで、これで3試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。バッターは7番武田。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。引っ張った。サード取った。1塁へ。1塁アウト、3アウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。西さん、今日の展開ですが大きく離されて一方的な展開となってしまいました。選手としてはどんな気持ちが大事になってきますか。まあこういう時こそね、あの自分のバッティング。ジャストミート。センター下がっていく、下がっていく。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これがチーム3。ここでさらに1点を奪われました。打ち上げた。この打球はフライになっています。初球から積極的に行きましたがワンアウトとなっています。バッターボックスは5番阿部。先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトになっています。打った。亀澤取って、ツーアウトになりました。打席には6番バッター亀井。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、ツーアウトランナーありません。打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4打席連続の。まずはボールから入りました。スライダー、逃げていく変化球、手を出してしまいました。キレがありますよね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツー。打ちました。セカンドの左抜ける。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。二塁へ送球。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ジャイアンツ1点。8番バッター住谷、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、インサイド落ちました。これはどうか。ショートの左抜けました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。バッターは今日の先発ピッチャー田島。今日はバットでも貢献しました。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね。ここは気持ちも乗ってると思いますね。そうですね。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。赤星さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。そうですね、まあ一方的な展開にはなってますけど、まだまだ諦めずに戦ってもらいたいですよね。そうですよね、諦めない気持ち持ってほしいと思います。外外れてボール。変化球、これは胸元へ。ツーボールツーストライクです。
変化球が低めに外れます。スリーボールツーストライク、よく見極めました。フォアボールです。バッターボックスには代打の高橋。さあ西さん、なんとかここは意地を見せたいですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですよね。ここはぜひ。ファウルになります。インコース決まった。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに帰って大島。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、タイミングは取れてるんで。打ちました。ショート取った。セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト。ダブルプレー、ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。ジャイアンツ大量リードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏、先制のチャンス、4番ビシエド、初球を叩いてタイムリー。ドラゴンズ、さあマウンドを任されたのは福。初球見送っています。さあ2球目は何か。外、これは外れます。これが3球目。空振りになります。ワンボールツーストライク。三遊間、強打、抑えて、おっと送球がそれた。タッチはアウト。これでワンアウト。バッターボックスには2番坂本。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトだ。初球打ち、これは大きい、伸びていく。積極的に行きましたがレフト掴んでツーアウト。バッターボックス岡本、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ツーアウトになっています。打った、取りました、アウト。スタンドのファンも沸いています。この回、6回の裏、ドラゴン、さあマウンドに上がったのは宮國。今シーズン20試合目の登板です。サニーさん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。まあしっかり攻略したいですよ。このイニング反撃の口火を切ることができるんでしょうか。際どかったですよね。はい、変化球わずかに外れてボール、高めに決まりました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは3番強打。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ワンアウトランナーありません。次が2球目。打ちました。これは浅いフライ、ここは打ち上げています。2球目打っていきましたがライト掴んで2アウト。バッターは4番ビシエド。先ほどの打席はファールフライに倒れています。2アウトになっています。打った、宮國掴んで一塁アウトで3アウトチェンジです。この回、西さん、こういった試合は流れを引き戻すというのは簡単なことではないですよね。いや本当ですね、まあ、精神的にきつい試合になってしまいましたね。そうですよね。膝元をつきましたが外れました。キレがありますよね。アウトローの変化球、キレがあります。追い込まれました。ワンボール、内野を抜けていきます。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス阿部、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。バッターボックスには代打の平、ヒットでランナーを1塁に置いています。緩いボール決まりました。インサイド落ちました。センターの前に落ちました。ヒット、これがチーム25本目のヒット。ノーアウトランナー2塁1塁。打順は6番亀井。今日はここまで4安打を引っ張った。ファーストの横抜けました。ホームに送球、これで3連打、ノーアウト満塁です。打席には7番バッター増田。先ほどの打席アウトコース打ちました。セカンドうまくさばいて2塁アウト、3塁へ。その間にサードランナーホームイン、ジャイアンツ1点追加します。
バッターボックスは8番住谷。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさ打ちました。強打、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツ西さん、まだ3回ありますんで1点でも多く返しておきたいところですよね。いやもちろんですね、この辺でね弱気になったらいけないです。打ちました、伸びていく、ここはフライになっています。ストレートを打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。バッターボックスには6番平田、先ほどの打席は内野安打でした。まずはワンアウトを取っています。2球目は何で来るか。キレがありますよね。はい、アウトロー変化球、空振りでストライク。ノーボールツーストライクです。落ちるボールはこれは外れています。ファウルになります。打ちました、変化球に泳がされてツーアウトとなっています。打順は7番武田、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトになっています。打ちました、抜けていきます。武田、これが今日の初ヒット、ツーアウトランナー一塁。バッターボックス清水、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。ワンボールワンストライクです。アウトロー外れます。高め打ちました、ファールグラウンドへのフライです。掴んで3アウト、ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りません。これから8回、点差が大きく開いたリードの場面でジャイアンツは代打を送ります。バッターボックスには代打の石井。ドラゴンズ厳しい、内野を抜けていきます。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。打順は1番に帰ります。バッター丸、今日は盗塁を決めています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン、このフライはヒットになりそうだ。左中間を深々と破るヒットになりました。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、ジャイアンツ1点追加します。左中間、バッターは2番坂本、変化球でまず空振りです。これが2球目、釣り球、しかし誘いには乗りません。うーん、ナイスボール、はい、アウトコース空振りストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいく、空振り、ここはラきわどいコースですがアンパイアの手が上がりました。打ちました、取った、一塁送球、ツーアウトになりました。今日バッターのゲレーロ、今シーズン得点圏での打率は4割4分4厘となっています。うーん、さすが4番、素晴らしい数字ですね。ここも期待、打ちました、セカンド取った、一塁送球します、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ジャイアンツ8回の裏、ビハインドではありますが繋いで流れを変えたい場面、ドラゴンズは代打を送ります。バッターボックスには代打の、打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。レフトスタンドに飛び込む、代打起用に応え、打ちました、ヒットになりました。これで2試合連続のマルチヒット、ノーアウトランナー、打席には2番バッター亀澤、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね、打ちました、痛烈、これはセカンドライナー。打順は3番強打、今日はまだ当たりがありません。前の打ちました、
捕った、一塁へ、アウト、ツーアウト。打席には4番バッタービシエド。先ほどの打席はピッチャーゴロに打ちました。ショート捕った、一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ドラゴンズ点差を縮めていきます。ドラゴンズが得点を入れています。さあマウンドを任されたのはロドリゲス。打ちました。ショートうまくさばいてアウト、ワンアウトです。6番バッター亀井、今日はここまで5安打の大活躍です。いやーもう完璧ですね。すさまじい集中力を見せています。ワンアウトランナーありません。バッターボックスには7番増田。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。打ちました亀沢、一塁アウト、スリーアウトです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終え、赤星さん、歴史に残るような奇跡の大逆転を期待したいところですよね。いやもちろんそうですね。厳しい展開だと思うんですけど、最後まで諦めないでもらいたいですね。そうですよね。その奇跡を見ることはできるんでしょうか。打った、大きな打球になった、レフト下がっていく、下がっ、入った、ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。低めでしたが強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。さすがクリーン。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。打ちました、打球はセンターへ、ここは打ち上げています。丸抑えてワンアウト。7番バッター武田、先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、バットが触れてますよね。いいスイングして引っ張った、これはどうだ、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、レフトへ、これは面白い当たりになった、ここはフライになっています。レフトフライ掴んでアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには代打の友永。西さん、ここは何とかしたいところですよね。そうですね、ここはものにしたいですよね。そうですね。さあまずはランナーを返すことに集中したいところ。これが4球目、思わずバットが出たような形です。2ストライクと追い込んでいます。ライトへ持っていった、最後はライナー掴んでアウト、これで3アウト、試合終了です。最後意地を見せましたが力尽きました。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったジャイアンツ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ
名古屋ドームには大観衆が詰めかけています。まずはドラゴン西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に？アウトコース打ちました。ここはフライになっています。福田抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている坂本。変化球で空振りを取ります。打席には3番バッター丸。打ちました。これはどうか。ピッチャー取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。大島が打席に入ります。昨日のダーッと当ててしまいます。このキャッチャーは送球が上手いですから。打ちました。石井セカンドフォースアウト。一塁送球アウト。ダブルプレー。バッターボックスには3番京田。引っ張った。取りました。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ドラゴンズ2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃。バッターボックスには4番ゲレーロ。昨日のゲームでホームランを含む4安打を記録しています。変化球空振り。ワンアウトです。バッターは注目。インサイド打ち上げました。高い打球センターへ。この打球はフライになっています。センターが取りました。2アウトです。バッターボックス阿部。このボールは外れてファーム。さあ5球目は何か。打ちました。これはどうだ。取った。一塁へ。これはセカンドのエラーです。ドラゴンズピンチになりました。ツーアウトランナー。バッターボックスの炭谷空振り三振。ここは投げ勝ちました。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。先制のチャンスが2回の裏になります。さあドラゴンズこの回は4番インコース破りました。センター前。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは5番福田。昨日のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。ホームランあっと取れない。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー2塁1塁。バッターボックスは6番平田。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。さあ打ちました。これはどうだ。坂本2塁アウト。1塁転送アウト。ダブルプレー。さあそして打席には武田が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取る。痛烈。これはどうか。センターに抜けました。サードランナーホームイン。ドラゴンズ1点を先制しました。さあ先制したシーンですがもう一度ご覧いただきましょう。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。ショートに任せます。坂本が掴んで3アウトです。しかしこの回ドラゴン先発の高橋がバッターボックスです。まあ打てないにしてもね。いい当たり。強打アウト。ワンアウト。打順はトップに帰って石井。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。さあ2球目は何か。2球目打ちました。伸びていく。どうだ。入れば同点。入った。ホームラン。同点のソロホームランです。ジャイアンツ。ドラゴンズ痛い一発を浴びています。ドラゴンズ追いつかれました。1対。甘い球見逃さなかったですね。はい、ご覧いただきましょう。スタンドまで運ばれてしまいました。ホームランです。ここで追いつかれました。同点です。2番バッター坂本。ドラゴンズ先制点を奪いましたがあっという間に同点にされています。西さん、ここはもう1点。打ちました。高いバウンド。ピッチャーゴロ。セカンド取った。これで4試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。打順は4番ゲレーロ。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。打ちました。亀沢一塁送球。一塁アウト。スリーアウトです。赤星さん、序盤は非常に緊張感のあるゲーム展開になってますね。そうですね。攻撃にしても守りにしても同じような展開でここまで来てますからね。打ちました。セカンド取る。
アウト、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター大島、先ほど一二塁間を破る。これで5試合連続安打、ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁には勝ち越しのランナー、バッターは亀澤。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると。バットに当たりません、三振。打ちました、取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー回は4回の表、ジャイアンツの攻撃。バッターは5番平、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだった、打ちました、セカンド取った、アウト、ワンアウト。バッターボックス阿部、前の打席ではフォアボールを選んでいます。まずは三振を取りました。バッターボックスは7番若林、先ほど際どいが彼のクイックは走ってきた、キャッチャー送球して、おっと盗塁成功です。三塁へ送球する、ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少しインサイド打った、抜けた、センター前に抜けます。サードランナーホームイン、ジャイアンツ勝ち越し、2対2。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。これはバットです、三振。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。バッターはビシエド、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ドラゴンズ1点ビハインド、引っ張った、石井、一塁送球します、アウト、ワンアウトです。打席には5番バッター福田、先ほどの打席はライト、一二塁間を破る、一気にライトへ、今日もマルチヒット、ワンアウト、ランナー一塁です。ここは綺麗に流していきました。まあそうですね。さあ初球は何か、ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。どうでしょう、サインの見間違いでしょうか。赤星さん、今の盗塁どうだったんでしょう。引っ張った、取りました、一塁へ、アウト、いいプレーが出ました、ファインプレー。ご覧いただきましょう、走りながらのこのキャッチ、ファインプレーに阻まれました。まあ、5回の表にゲームが進んでいきます。ジャイアンツ変化球で、このボールは打ちました、右中間に強い打球、さあどうだ、右中間真ん中破りました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで2試合連続のマルチヒット、ワンアウトランナー三塁二塁。さあドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。これ以上の追加点は避けたいですよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド、ショート抑えた、一塁アウト、ランナーは変わらず三塁二塁です。いい形でアウトが取れましたね。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。バッターの平、今シーズンとこのピンチ空振り三振に切って取りました。三振でピンチを切り抜けました。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。2対1。西さん、バッターとしてはそろそろ打ち崩していきたいところですよね。そうですね、まあそろそろ攻略できるはずなんですけどもね。攻略の糸口、打ちました、ファーストを取った、一塁そのまま入ってアウト、これは進塁打になりました。バッターボックスには代打の高橋。赤星さん、一打同点という場面で起用してきました。そうですね、ここは起用に応えるためにも同点にしておきたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。さて赤星さん、バッターの高橋、低め打った、セカンドが抑えた、一塁アウト、ランナーは変わらず二塁です。
さあそしてバッターボックスには大島が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあドラゴンズとしてはここで追いついておきたいところ。セカンド掴んで3アウト、同点は許しませんでした。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。同点のチャン、さあマウンドに上がったのはロドリゲス。昨日今日と連打ちました。サードが前に来る、サードが取る、アウト、ワンアウト。バッターボックス若林、前の打席ではフォアボール、インサイド詰まりながらも左中間へ、レフトが取りました。ツーアウトです。打席には8番バッター住谷、打ちました。亀沢一塁アウト、スリーアウトです。この回今日はコントロールに苦しんでいます。6回の裏追いかけるドラゴンズの攻撃、2番バッター打ちました。セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。打席には3番バッター京田、三振になります。ツーアウトになりました。バッターも三振です。スリーアウト、先発の高橋が打席に入ります。好投してますから続投でいいでしょうね。うん、そうですね。はい、これから7回。この回ピッチャーからの打順でしたが、ジャイアンツ代打が告げられました。バッターボックスには代打の岡本。ドラゴンズ1点ビハインドで、インサイド落ちました。この当たりはどうか、レフトが取りました。打順はトップに帰って石井、今日外れてフォアボール、打ちました。亀沢セカンドホースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。ランナー出ました。はい、ジャイアンツ7回。さあマウンドを任されたのは宮國、今シーズン21試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。さあ赤星さん、この相手をどう打ち崩していくか。2球目打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウト。バッターは6番平田、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。打ちました、取りました、ツーアウトになりました。バッターは7番武田、前の打席ではフォアボールを選ん、変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。これから8。さあマウンドに上がったのは福、今シーズン55試合目の登板です。昨日のゲームでは3イニングを投げています。打ちました、取った、一塁へ送ります。アウト、ワンアウトです。バッターボックスには4番ゲレーロ、今日は変化球空振り、打順は5番平、引っ張った、ファーストが取る、一塁アウトで3アウト、チェンジです。この回ジャイアンツ8回の裏に入りました。追いかけるドラゴンズの攻撃、打順は8番清水、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ジャイアンツライト方向を流しました、高い打球ライトへ、ライトが取りました、ワンアウトです。バッターボックスには代打の藤井。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。先ほどのプレーです、ヒットは、初球は何で来るか、初球打ち、ライトの前、あっという間にライトへ、これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。変化球打った、ボテボテの当たり、ショートが抑えた、一塁送球、一塁アウトでスリーアウト、ランナーでは、これから9。さあマウンドを任されたのはマルティネス、今シーズン20試合目の登板です。外れました、先頭バッター、
さあ点差を離されたくない場面ですが、ノーアウトで追加点のランナーを背負います。バッターボックスには若林。思い切ってエンドランを仕掛けてくる。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで。この盗塁は大きいです。外の球打った、ショートうまくさばいて一塁アウト。ランナー二塁は変わりません。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。次が2球目、ストレート打った、ショート取った、一塁アウト。ランナー二塁はそのままです。さあバッターは沢村、そのままバッターボックスに入ります。ここは代打で攻めていくべきだと思いますね。そうですね、はい、さあバッターボックスには代打の亀井。ここで申告敬遠を。ここは踏ん張らないといけませんね。ここで声をかけました。バッターボックスの石井、今週ストレート打った、ファーストよく取った、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。ご覧いただきましょう、走りながらの候補ファインプレーが出ました。最終回ドラゴン、西さん、こういった展開ですと先頭バッタープレッシャーがかかるんじゃないですか。そうなんですよね、まあそうは言ってられないですから、とにかく塁に出なきゃいけないですよね。そうですよね。流しました、三遊間抜ける、強打、ヒットが出ました。ノーアウトランナー一塁です。ここは綺麗に流した。ここでコーチが声をかけました。ここで声をかけました。空振り三振、ワンアウトです。バッターボックスには5番福田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。振っていきましたが三振、ツーアウトになりました。打席には6番バッター平田、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナー一塁です。バットに当たりません、三振。試合終了、ドラゴンズ痛い敗戦とな。名古屋ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、まず赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。打った、ライトに大きな打球、ライト下がっていく、ライト深いところ破っていきました。
バッターランナーは二塁到達。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。西さん、やはり立ち上がり各バッターはピッチャー大島が打席。よく見極めました。フォアボールです。打順は1番に帰ります。バッター丸。いや、先ほどは見事なツーベースでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。ベース 1,2 塁間を破る。これでマルチヒット。回は4回の表に入っています。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。バッターは丸。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いいですね。今日は調子が良さそうですね。すさまじい集中力を見せています。打ちました。右中間に大きな打球。これはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。打順はトップに帰って丸。今日はここまで猛打賞を記録しています。バッター今日当たってるんで慎重にいかないといけませんよね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。藤島、まずは先頭バッターを打ち取っています。さて、今日のドラゴンズの先発は打ち込まれて交代した笠原。今日はベンチの期待を裏切り打ちました。これは大きい。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで4打席連続の。打順は1番に帰ります。バッター丸。今日はここまで4安打を記録しています。まあここまで当たっていると配球も難しいでしょうね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。打ちました。ライトへ打球伸びる。ライトが取りました。2アウトです。打順はトップに帰って丸。先ほどの打席はライトフライに倒れています。2アウトになっています。インサイド落ちました。これはファウルになりそうです。ファウルになります。惜しいですね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。高めのボール、弾き返した打球はライトへ。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。打順は外れてフォアボール。2アウトからランナー出ます。このランナー打席には打ちました。ボテボテ桜井一塁へ。これで3アウト。試合終了になりました。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封。
セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズ。まずはジャイアンツの先発、相手がルーキーですから当然負けるわけにはいかないというプライド。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。高めのボール、センターへ抜ける。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは2球目打ちました。ここはフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。ポッテワンアウトです。クリーンナップが登場します。バッター宮崎、打ちました。キャッチャーゴロ、アウト、2アウト。さあジャイアンツ先制のピンチを迎えています。やはり先取点はやりたくないんで、ここは集中したいですよね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の岩隈、この状況にどう対応。打ちました、取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったバッターは丸。5試合連続安打が続いています。打ちました、ピッチャーライダーです。バッターは2番に入っている坂本。現在よく見極めました。バーボン。さあ4球目は何か。インコース詰まりました。これはショートライナー。4番バッターゲレーロ、2試合当たりが出ています。三振になります。ボール2回の表ベイスターズの攻撃。打席には5番バッター。空振り三振、ワンアウトです。バッターは6番柴田。センターに抜ける、ワンアウトランナー1塁です。さあ先制のランナーを1塁に背負います。2球目打ちました。セカンド取った、2塁アウト。1塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。2回裏に入ります。ジャイアンツの攻撃、打順は5番岡本。三振です、ワンアウトです。打席には6番バッター亀井。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン大貫、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。バッターは7番に入っている若林。昨日のゲームはホームランを打った、大きな打球になった。さあどうだ、右中間破っていきました。バッターランナーは二塁到達、ランナー出ました。ジャイアンツバッターの小林、今シーズン2球目打ちました。ロペス、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ほら、さあバッターは伊藤。この打席でホームランを放てば今シーズン、打った、伸びていく、どうだ、入れば先制、入った、ホームラン、先制ホームランです。ベイスターズ、ジャイアンツ痛い、ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差。打ちました、ショートが取る、一塁送球、アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター神里、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーなし。打ちました、この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、ライト掴んで2アウト。バッターボックスは2番筒香、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。打ちました、坂本、1塁アウトで3アウトチェンジです。しかしも赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということ。打ちました、外、アウト、ワンアウトです。バッターの丸、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。ショート取った、2アウトになりました。バッターボックス坂本、前の打席ではフォアボールを選んでいます。2アウトランナーありません。インサイド落ちました、これはどうだ、一塁アウト、3アウトです。4
4回の表 DeNA ベイスターズ打順よくこの回はクリーンナップ振っていきました。3球目打ちました。これはどうか、ライト線を深々と破るヒットになりました。これで5試合連続安打、ワンアウトランナー1塁となりました。厳しいコースだった。平行カウント打ちました。いい当たり、若林セカンドフォースアウト、1塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは石井、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。いいや、ファーストの左抜けました。これで6試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。今のバッティングご覧いただきましょう。走ってきた、キャッチャー2塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。ここは簡単に次の塁に進ませてくれます。インサイド打ち上げました、センターへ打球伸びる、ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。5番バッター岡本、先ほども出す高め打ちました。これはどうだ、セカンドが取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。5回に入ります。ベイスターズの攻撃、バッターボックスにはインサイド打ちました。これはどうか、アウト、ワンアウト。打順は7番大和、先ほどの打席はセカンドゴロ、うまい、また取っています。見事なジャンピングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いい守りしてますね。バッターボックスは8番伊藤、ストレートのフォアボール、ノーボールツーストライクです。打ちました、痛烈、一二塁間を破る。ジャイアンツピンチになりました。ツーアウト二塁一塁、ここはなかなかいいバッティングをされました。ピッチャーにヒットが出ています。さあそして打席には神里が入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。外の球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、ホームに送球、レフト前ヒット、これでマルチヒット。ここはうまく流されてしまいました。ここはこれ以上離されないように注意したいですよね。さあこの場面でバッターボックスには2番の筒香が入っています。外れた、押し出し、ベイスターズ押し出しで、ここはこれ以上離されないように注意したいです。空振り、ここはな、西さん、チームとしてはピッチャーに0点に抑えられているわけですが、バッターとして何か対策が必要だと思うんですが、いかがですか。まあこれまでの打席を踏まえてね。よく見極めました、バーボール。ここはゴロを打たせるようなボールには気を打ちました、取った、二塁は無理、一塁送球アウト、微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。さあそしてバッターボックスには小林が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にランナーを置いています。まあこういう場面、ストレート抜けた、セカンドランナー帰れば1点差、2塁ランナー3塁も回った、バックホームする、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ1点返しました。期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。バッターボックスには代打の阿部。さあ西さん、ここは期待に応えたいですね。そうですね、まずは何としても同点に持ち込みたいですよね。まず何を投げてくるか、打ちました、柴田セカンド送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。なんとか得点まで行きたかったんですが、最後はダブルプレーに仕留められました。さあマウンドに上がったのは宮國、今シーズン22試合目の登板です。インサイド落ちました、さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですが、
初球打ち、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ロペスヒットが出ます。ノーアウトランナー三塁二塁です。6番バッター柴田、ジャイアンツ連続安打でランナーを背負う。バッターボックスの柴田、今シーズンの外のグラブ弾いた、ボールを拾って一塁アウト。ランナー三塁二塁は変わりません。バッターボックスには代打の細川。さあ最低限の仕事はできるでしょうか。最低でも犠牲フライは欲しい場面ですよね。内野はバックホーム対策。低めのボール球打っていった。さあサードランナーはどうする。サードランナースタート。サードランナーがホームに帰ってきました。細川きっちりと犠牲フライ、ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライ、得点を。初球は何から入ってくるか。インサイド打った、抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。ライト前ヒット、これでマルチヒット。さあ打席には先発の大貫が入ります。調子は悪くなさそうですから続投ということでしょうね。そうですね。インサイド打った、セカンド正面取った、一塁アウト、これでスリーアウト。今日はボール。6回の裏、ジャイアンツ打順よく1番から始まります。丸がバッター打ちました、取った、アウト、ワンアウトです。打順は2番坂本、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。引っ張った、レフト前ヒット。坂本、これが自身本日の初ヒット。打ちました、難しいバウンド、取った、送球する、アウト、ツーアウト、これは進塁打になりました。さあジャイアンツチャンスの場面を迎えています。ここは勝負をします。さあそして打席には岡本が入っています。さあチャンスが続きます。バッターボックスには代打の平。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあここでできるだけ点差を詰めておきたいという。いい当たり、ぐんぐん伸びる、入れば逆転、入った、入った、入った、ホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。鮮やかなホームランを見せてくれました。1点リード、試合をご覧いただきましょう。代打にホームランが出て逆転です。いやー本当にいい仕事をしましたよね。ここで逆転に成功、試合中盤流れを引き寄せました。バッターボックスは6番亀井。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで5試合連続安打、ツーアウトランナー1塁。厳しいコースだったんですが打ちました、ショート取った、1塁送球します、一塁アウト、スリーアウトです。さあマウンドを任されたのは大竹、今シーズン19試合目。変化球で引っ張った、平、ツーアウトになりました。バッターボックスには3番宮崎、今日はまだ引っ張った、これはサードライナー、反撃。西さん、ここで追加点を取ると取らないとではだいぶ余裕が違いますよね。いやもちろんですね、この辺の1点2点というのは非常にチームにとって大きいですよ。さあその1点取ることができるんでしょうか。2球目打ちました、ヒットになった、これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。いやナイスバッティングですね、うまくバットが出てましたよね。さあ追加点のランナーをノーアウトから出しています。そして打席にはピッチャーという場面です。バッターボックスには代打の楊大寛。さあここでもう一つリードを広げておきたいですね。この状況であればね、点差を広げておきたいですよね。引っ張った、サード取った、二塁送球、セカンドフォースアウト、
一塁送球アウト、ダブルプレー。打順はトップに帰って丸。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。サードが落下点に入ります。このさあマウンドに上がったのは沢村。石井アウト、ワンアウト。バッターボックスは5番ロペス。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスインサイド破りました。センター前、これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。ここはうまく打ち返されてしまいました。さあこの終盤で同点。変化球打った、高いバウンドになった。ショートが抑えた。一塁アウトでスリーアウト。ランナーでは、さあマウンドを任されたのはエスコバー。昨日のゲームでは勝ち投手になった。6見、さあまず1球目、これはデッドボールということになります。さあそしてバッターボックスにはゲレーロが入ります。さあ追加点のチャンスです。まあここで追加点が入るとぐっと勝利が近づくでしょうからね。なるほど、そうです。外の球打った、セカンド正面掴んだ、二塁フォースアウト。アウト、ゲッツーを取りました。さあそして打席には平入っています。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。ここはしっかりダメ押ししておきたいところです。さあ外してくるのか。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。ついに最終回を迎えました。追いかけるベイスターズの攻撃。8番バッター伊藤、今日はここまでホームランを含む2打。ジャイアンツここでピッチャに強い打球。センター下がっていく、下がっていく、スタンドには届きません。バッターランナーは二塁まで進みました。これが今シーズン100本目のヒット。ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスには代打の佐野。ここでコーチが声をかけました。さあ空振り三振、ここは投げ勝ちました。まず一つアウトを取りました。同点のピンチだ。ここで声をかけました。バッターの神里、今シーズンこのピンチ空振り三振に切って、ここで声をかけました。大きいぞ、逆転なるか。入った、ホームラン。筒香、今シーズン第29号の逆転ツー、今のは低めのボール球じゃないですか。うまくすく、ここで声、バットに当たりません。三振、スリーアウト。最終回、さあ赤星さん、最後の攻撃ということになりました。まあ厳しい展開であることに変わりはないんですけど、なんとか巻き返してもらいたいですね。そうですね、よく見極めました。ここは中途半端なバッティングで、ストレート打った、ショート取った、二塁アウト。ランナー一塁は変わりません。バッターボックスは8番小林、先ほどの打席でヒットを放っています。ジャイアンツ同点のランナーが出ています。ランナースタート、キャッチャーは二塁へ、ナイス、セーフ、盗塁成功。初球から決めてきました。積極的に動いてきました。まあリードもいいんですよね。大きく取ってましたね。ここで申告敬遠。さあバッターは
デラロサ、そのまま打席に入ります。ここは代打を出して攻めないといけない状況だと思いますけどね、はい、バッターボックスには代打の石川、大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、なんとかここは意地を見せたいですね。ここでね、なんとか低め打った、ショートが抑えた、二塁へ送球、二塁フォースアウト、一塁アウト、これで3アウト。